久保さん今回、あの億万長者合宿本編でもね、あの講義でありましたけど、お金を稼ぐ上で一番大事なことは何ですかみたいなね。<laughs> 久保さん、即答で分かりましたよね。お金を稼ぐ上で一番大事なこと。まあ、これタイトルにしておきましょうか。お金を稼ぐ上で一番大切なこと。大事なことは何かっていうね。<laughs> だからやっぱね、これね、まあ、久保さん、正直な商売っていう話なんですけど、正直にお金をもらうってことですね。 まあだから、まあ億万長者合宿ではね、金くださいって言えるかどうかですよっていう話をしたんだけども、まあみんなね、やっぱね、それをね、言えないんですよね。僕はまあいろいろまあ勉強していく中で、まあ結局セールスってお金くださいって話じゃないですか。いろんな言い回し、伝え方、いろんなセールス手法はあるんだけど、本質、一言で言ったらお金くださいって話じゃないですか。はっきり言って。 あのコンビニでも商品並んでますけどお金くださいって並んでるんですよあれただで持ってったら泥棒になりますからねからどいろんなパッケージいろんなコピーいろんなものいろいろありますけどお金をくださいって置いてあるんですよだから正直にあのパンを置いてお金をあのじゃあそれ欲しいんだったらお金くださいって話ですよねうんだからまあ何すかね 僕がやっぱビジネスをずっと続けられる理由って、まあ、正直にお金くださいって言ってるんですよ。商品あ,商品あげるんであげるというかね。商品あげるんでお金くださいみたいな。<laughs> で久保さん面白いんですけどあのセミナーが決まりまして2月19日ですか。あのこの前その利子,利子もくれたっていうお客さんいるじゃないですか。 あのちょっと話したと思うんですけど、なんかその久保さんの速可塾の後払いをパクって、僕も後払いで売ったことがあるんですけど、それで、まあ、あのずっと連絡がなくて、で、あの今年のお正月ね、吉田さん、すいません、忘れてました、みたいな、<laughs> 振り込みますっつってね、ドカンって入ってきたんですけど、で、まあ、利子付きでね、すいません、あの利子も金利つけますみたいなで、法定金利調べたらあの5%ぐらいだったんで、それつけてっつってね。 で、1万6000円ぐらいもらったんですよ。で、お金もらったんですよ、僕。あの、すみません、じゃあいただきますと。<laughs> しっかりと。だって言われてるんで、すみませんっつってね、あの、法定金利調べて、まあ、その、利子もお支払いしますっつって、あ、じゃあ、くれるんだともらいますみたいな。だけど、僕が、じゃあその方に提案したのは何かっていうと、あの、もらいますと。しっかりといただきますと。 ありがとと。うございますとただ僕も返しますっつってじゃああのセミナーやりますとあの無料でいいっすよとね利子分をセミナーで返しますみたいな <laughs> でセミナーが決まりましてで、2月19日もう会場もねあの昨日予約してあの日程の調整もできて2月19日にやることになりましたね で結果的にまあ僕はそのお客さんからお金は、ね、あの無料でやりますよって言ってるんで、何ですか、まあ、その方からお金はもらわないですけど、今度、じゃあな何をするのかっていうと映像販売ですよね。まあ、その映像を撮って、でじゃその映像を上げるからお金くださいっていうビジネスですよね。だからまあキャッチボールなんですよね。お金のキャ,お金のキャッチボールっていいですね。お金のキャッチボールよ、よくないですかこれ。これ出たな。お金のキャッチボール。 だこれをねこう,うまくできるといくらでもこうやり取りがあのお金ってな流れるんですよでも、このキャッチボールできないと止まっちゃうんで、ね、この感覚があるといくらでも金に換えられますよねだから情報発信もそうなんですけどさっき僕コンサルしててその方が今バイトしてるんですよねでその正月、ウーバーやってたらしいんですけどもでそのめっちゃいいじゃないですかウーバーネタにしましょうみたいなねっ。 ウー,ウーバーで体験したことを、ね、あの発信すればお金になりますよみたいな話をしてたんですけど、まあ、体験したことを発信するじゃあ発信することによって、まあ、ウーバーをこれからやってみたいとかウーバーの仕事ってどうなのかなとかウーバー稼げるのかなっていう層に行くわけじゃないですかそこにコンテンツを届けられるわけですよねもう実際に自分で体験してるわけですからだからまああの で、それで、まあ、視聴、としチャンネル登録。だから、まあ、そこは、まあ、コンテンツを売ってないんであるならば、まあ、コンテンツを提供してチャンネル登録、もしくは 1, 1再生数になったりとかするわけですよね。で、それが後々またお客さんになる可能性もあるし、結局、その、もう、このやりとりなんですよね。あこの、キャッチボールですかね、お金のキャッチボールができるかどうかっていうのは結構大事ですね。 これはねまあいろいろ僕も体験していろいろ勉強してきてまあこういうふうに言えるようになったしできるようになったんですけどもまあ、やらないとねキャッチボールをやらなければいつまでたってもキャッチボールできないですからね <laughs> グ,ログローブを持たない投げないまあ、帰ってくるはずもないですよね、うんはい行ってらっしゃい